こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、クリスピークリームドーナツでハロウィンのドーナツが出てたんで買ってきました。で、今日買ってきたのはですね、こっちがハロウィンダズン12個入りですね。で、こっちがミニボックスの20個入りです。両方1800円です。で、ちょっとね、バッグもハロウィンっぽくしています。これからしばらくハロウィンシーズンなんで、これでいこうかと思います。この10月ぐらいね。で、今回クリスピークリームドーナツのテーマがブラックはピンクっていうやつみたいです。黒かピンクか選べっていう話ですか。え、選んだらどうなるのどうもならないんでしょうけど、ブラックはピンクかってなって書いてます。はい、だからドーナツも黒とピンクをモチーフにしたやつが多いですね。ミニダズはそうでもないかな。はい、じゃあちょっとね、早速食べたいと思います。いただきます。クリスピークリームドーナツ久しぶりです。じゃあまずは一番気になったやつ。見た目が可愛いですね。黒猫ちゃんです。黒い猫で目とかがピンクですね。この耳とかちゃんとついてるの分かります？ちょこんとついてるのすごい可愛い。うん、中身も真っ黒だ。これ絶対ハトが黒くなるやつですね。はい炭色生地にチョコレートがトッピングしてあります。うん、ふわふわしてて美味しい。あ、で、中にキャラメルカスタードも入ってます。で、定番のオリジナルグレーズドもちゃんと入ってます。うん、シンプルなお砂糖の甘み大好きです。で、ハロウィンのオールドファッションのハロウィンバージョンです。なんだろう、全部間違いないと気が済まないんですかね、私。で、このピンクと紫のスプリンクルがついてます。カリカリしたやつですね。うん、チョコ味のオールドファッションチョコのコーティングもしてあります。じゃあ次はピンク色のジャックランタンですね。これ小さくてね、よう見えたかわかんないんですけど、これも全部ね、ジャックランタンなんですよ。ちなみにこっちはお化けです。見える？これなんか頭のところにかぼちゃの種がトッピングされてる。なんかかぼちゃのクリームが入ってます。次はこれクモの巣ですね。なんかピンクがかかるとき可愛いですね。うん、結構甘めのバニラビーンズ入りのカスタードクリームが入ってます。ちょっと中身ね、かわいそうやけど見てみましょう。猫ちゃんのやつがすごいかわいそう。黒猫ちゃんの中身はこんな感じです。うん、キャラメルのカスタードクリームですね。で、クモの巣の中身はこんな感じです。で、かぼちゃの中身はこんな感じです。うん、かぼちゃクリームが美味しいです。で、こっちはミニボックスです。ちっちゃいオリジナルグレードにこう可愛いトッピングがされてますね。なんかモンスターズインクに出てきそう。うん、オリジナルグレードだからめっちゃ美味しい。これも白いのとかただの飾りかな。これスプリンクルがついてます。ピンクモンスターです。目玉ですね。小さくていろんな種類があるけど、みんなでいろいろ食べられていいですね。で、最後の一口いただきます。違うわ、最後の一つだ。最後の一ついただきます。ごちそうさまでした。クリスピークリームドーナツのハロウィン、めっちゃ
可愛いし美味しかったです。モンスターもスイーツになると可愛いですね。ハロウィンをね、仮装とかしなくてもこう食べ物だけでもハロウィンっぽくなってきてウキウキしてきますね。いや、ハロウィンそんなウキウキしないかなんかでもイベントって感じがします。みんな今年はどんな仮装をしますか？いや、とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。